今日は静かだね。うん。鐘の音、私たちの心の音だったんだと思う。もう鳴らない？うん。もう鳴らない。でも、まだ鳴ってるところがある。ええ。だから、私たちは行かなくちゃならない。レックスと一緒に。光？レックス。どこも悪くない？怪我してないってのは俺の体でわかるんだけど。ええ、大丈夫。うん、初めて会った時と逆だね。っていうか戻れるんだ光に。ありがとう。ああ、変なことは言ってなかった？寝言とかいびきとか歯ぎしりとか。私寝相悪いし。いびきとか歯ぎしりするの？するわけないじゃない。ものの例えよ。失礼ね。全然。あれだけ激しく戦った後だからかな。ぐっすりと眠ってたよ。そうならいいけど。ここは？みんなは？多分雲海の底、サルベージャーたちがモルスの地って呼んでるところだと思う。みんなはどうなったかわからない。落ちてきたのはあそこ。あんな上から。下からものすごい勢いで気流が舞い上がってるみたいなんだ。あんな上から落ちても助かったのはそのおかげかな。多分みんなも。そう。大丈夫？落ち着いたら探しに行こうかと思う。ここからも脱出しなくちゃ。でもどうやって？向こう。世界樹の根元？うん。あそこから上に上がればきっと。分かったわ。私のことなら大丈夫。行きましょう。そうだ、ホームラは？まだ寝てる。呼ぶ？いや、寝かしといてあげて。いろいろあって疲れてるだろうから。優しいんだね。サルベージャーの合言葉その5、男は。それはもういいから、さあ行きましょう。最後まで言わせてよ。そう、アデルに会ったのね。ああ、アデルさんの記憶の断片みたいなものだけどね。
アデルさんに言われたんだ。本当に守りたいと思う者のために戦えって。だから決めた。俺は光やホムラのために戦う。まだ少し頼りないかもしれないけどさ。そんなことない、私も決めたから、もう怖くない。ところでさっきの姿だけど、あれが私たちの本当の姿。剣変わったでしょ。あ、うん。単純な力だけじゃない、デバイスも自由に行使できるんだから、くれぐれも注意。注意？調子に乗るなってこと。分かった。でさ、あれどっちなの？どっちって？中身。どっちでもないわ。二人で一つ。カフェオレみたいなもん？何よその例え。まあ大体合ってるけど。名前は？ホムリ？ヒカラ？何よそれ。ホムラでもヒカリでもどっちでも好きな方で呼んでいいわよ。分かった、そうする。でいつでもなれるの？必要があれば。そうか。何突然笑ったりして。いや俺結構あの髪型好きだったりして。バカ、何よ急に。この音、きっとみんなだ、急ごう。ええ。この俺がこんな生物の遅れを取るとは。シン、あいつもここに。さっきの戦闘で受けた傷。レックス？お前は動けないんだろ。見過ごすことなんてできるかよ。それがたとえあんたでも。光、仕方ないわね。私は納得してないんだから、勘違いしないでね。どういう了見だ。俺は敵だろ、分かってるよ。そのくらい。それでも何か違う。あのままにしちゃおけない、そう思っただけさ。それに何でもない。おい、この炎、爪が甘いわよ。ここのモンスターは完全に焼き払うか、額のコアクリスタルを破壊するかしないと、何度でも再生してくるわ。カグツシ、ハナ、ジッタ、レックス、無事じゃったか。やっと見つけましたもん。なんでシンが。そうか、トラやメレフたちとははぐれちゃったのか。大丈夫、ご主人って結構しぶといから必ず生きてますもん。そうね、剣の反応もわずかに感じられる。メレフ様たちもきっと。ああ、一休みしたら探しに行こう。ねえレックス、そこに倒れている男のことなんだけど。ああ、俺との戦いで傷ついたみたいなんだ。なんか放っておけなくてさ。
そんなことだろうと思ったわい。まったく、あなたらしいわね。で、どうするの？うん、光、今の君ならもしかして。仕方ないわね。ちょっと待ってて。すごい、そんなこともできるようになったの？これがマスターブレイドの力。マスターブレイドは全てのブレイドのコア情報を持ってるから。これは。どうしたの？彼の心臓は人間のもの。え？彼はマンイーター。もう大丈夫だってさ。完全じゃないから保証はできないけど。光、名前覚えてはくれてたんだ。そうだよね、あなた一度もコアに戻ってないんだもんね。自分の幸運を感謝することね。あなたたちイーラによって帝国にどれだけの犠牲が出たか。もしここにメレフ様がいたら、あなたは。光、シンのことは。ええ、かつては共にメツと戦った仲間だった。だからこそ知りたい。なぜあなたはメツの側についたの？知ってどうする。知ればお前も人に絶望するだけだぞ。想像はついてる。だから言える。私はあなたと同じ結論には至らない。ラウラ、そこにいるのね。あんたのしてきたこと許したわけじゃない。この先まだ俺たちの行く手を阻むなら、世界を滅ぼそうってんなら容赦はしない。でも今は賢明だな。ここはモルスの地。俺たちの想像を超えた魔界ともいえる場所だ。知ってるのか？アルストができる遥か以前に滅んだ地。神の生まれた世界。メツはそう言っていた。ここが神の。シン、あなたがそう簡単に考えを変えないことぐらいよくわかってる。だから提案。私たちは他の仲間を探して世界中へと登る。それまでは一時休戦。どう？共闘か。よかろう。俺も今の状態でお前たちと刃を交えるつもりはない。